皆さんこんにちは。男性の皆様の中に、ただしイケメンに限るという表現を使う方が時々いますよね。これはつまり、弱音を吐いたり甘えたり、飴とムチを使ってアピールしても、モテるのは結局顔がイケメンな人だけだよという意味だと思いますが、全ての女性が本当に男性の顔だけを重視しているのかというと、そうではないんです。パッと女性の視界に入り込んでくるもの、そして女性の恋愛感情を左右するもの、それは顔以外に何なのか、今回の動画で詳しく解説していきますので、ぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。最後まで見ていただいて、感じたことがあればコメント欄で教えてくださいね。ではまずはじめに、結局見た目がいい人がモテる理由について大まかに解説していきます。まず、女性は間違いなく顔を見て評価しています。これは揺るぎない事実です。でも顔以外にも見ている部分があります。この点についてはこの後細かく紹介します。とにかく、女性が男性の外見や第一印象を重視するということ自体は当たり前なのです。だって女性が最初に得ることができる正確な情報はそこしかないんですから。俺は優しいよと自負する男性がいたとしても、本当に優しいかどうか、そして自分好みの優しさかどうかは、結局付き合ってみないと分かりませんよね。でも、そもそも付き合ってみたいと思うかって部分が肝心になってくるんです。女性が絶対に最初から得ることができる情報、それは見た目にまつわる部分です。その第一印象がヒットしない限り、少なくとも女性はそれ以上踏み込みたいとさえ思いません。見た目がヒットすれば、もっと知りたいと思えるから近づいていくし、見た目がヒットしなければ知る必要もないと判断されるんです。だから顔はもちろんのこと、見た目が上質な男性は素敵な女性と関係を深めるチャンス自体が多いってことになり、それはモテると言っても間違いではないと思うんです。では第一印象にまつわる部分で、女性がよく見ている顔以外の部分についてご紹介していきましょう。1、服装。服装の好みは人それぞれですが、だからこそ合う合わないがありますよね。女性は服装の好みが合う人には好感を抱きやすいし、合わない人にはそれほど好感を抱きません。やっぱり自分と好きの方向が似ている人なら気が合いそうだと考えるんですね。でも服装に関しては、好み以外にも少々問題になる部分があります。それは服装に関する感性についての部分です。例えば、どんなおしゃれをしようとその人の勝手で私は何も気にしないと比較的柔軟に考えている女性がいたとしましょう。そんな人でも似合っている服を選べているかどうかは重視するんです。そして汚い服を何も気にせずデートに着てくる男性には違和感を感じます。これどういう意味か分かりますか？服装で重視されるのは、単純に流行りを着るというようなセンスについてだけではありません。今着るべき服はこれなのかとか、俺に似合う服はこれなのかという部分について、関心を持てる感性を持っているかどうか、そして一般的に正確な判断ができるかどうかっていう部分も、モテには重要になってくるんです。常識自体が人それぞれ違う場合もあるので、基本的には気にする部分と気にしない部分が一致する相手だと、女性は好意を抱きやすいと思います。つまり、あなたのその感覚がより一般的だと、幅広い女性に好意を持たれやすいということになりますね。モテるためには服装を整えることは絶対に大事なんです。慣れていない人にとってお金もかかるし、難しいし大変ですけど、実は奥が深い部分なので、難しくて当たり前なんですね。めんどくさがらずに、いろいろ試着してみるのがいいと思いますよ。2、全体的な清潔感。服を整えるっていうのと近い話ですが、見た目の清潔感っていうのは絶対に重要です。清潔感がないとくっつくイメージができないんですよ。好きなのにくっつけないではなく、くっつきたいとも思えないし、当然好きになれないって女性は考えてしまうんですね。見た感じの清潔感と、隣を通ったらわかる匂いの問題もあると思います。一般的には香水であろうと大衆であろうと、好きな人からはいい匂いがするはずなんです。いい匂いだと感じることができるからこそ近寄りたいと思うんですね。でもそれがないなら、一瞬にして合わないんだと分かっちゃいます。不潔な匂いなら、さらに拒否反応が出てしまいます。ちなみに香水って、
きつすぎると体臭さえも抑え込んでしまいますが、基本的には体臭×香水イコール出来上がった匂いなので、女性があなたの香水を好きか嫌いかよりも、もともとある体臭と混ざった匂いが好きか嫌いかが重要になります。まあつけすぎないことはそもそも重要ですけどね。清潔感に関しては、髪の毛がベタベタしていないか、寝癖を直しているか、青ひげの管理、お肌が荒れていないかなども判断材料になります。化粧品の広告に載るくらい綺麗である必要はないですよ。でもちゃんとお風呂に入って乳液でケアして、汗をかいたら拭いて、服は溜め込まず洗濯してという感じで、できる範囲のことをやってみましょう。清潔感は少しずつでも改善されれば印象はぐんと良くなります。3. 身長。見上げるくらい背が高いのか、それとも同じくらいか、むしろ自分より背が低いのかという身長に関する部分もどうしても女性は見てしまうんですね。見ようと思って見ているんではなくて、自然と情報として入ってきてしまうんです。大きい人であれば、あ、大きいと感じるし、小さければ、あら小さいと感じるだけなんです。そして本能的にはやはり大きな人の方が女性は惚れやすいです。それは強そうとか頼れそうという印象になりやすいからです。その広い背中に抱きつきたいとか、その太い腕に抱きしめられたいというふうに妄想さえするんですよ。そういう妄想が楽しい相手の方がやっぱり女性は夢中になりやすいんですね。だから実際のところ、身長だけじゃなくて筋肉とかも女性はチラチラ見ていると思いますよ。とはいえ、身長を恋愛対象を決める上での最大の基準にしてしまう人なんて実際にはそこまで多くないです。基準の一つにはなるけど、他にも要素はありますからね。もし身長が原因で無理と実際に言ってくる女性がいるならば、こちらからも願い下げで問題ないでしょう。4. 姿勢。人は姿勢がいいだけで自信があるように見えます。そして自信があるように見えることで不思議なことに大きく感じられるのです。だから身長にコンプレックスがある男性だって、姿勢を整えることをまずは意識してみるといいですよ。何より姿勢は第一印象を大きく左右します。姿勢が悪いと弱々しい雰囲気が出ますが、姿勢がいいと頼りがいがある雰囲気が出来上がります。姿勢が悪くて目を合わせようとしない相手に、女性は警戒心しか感じませんが、姿勢が良くて目をしっかり見てくる相手に、女性はどんどん吸い込まれていくんです。先ほども清潔感についてお話ししましたが、いくら清潔な身なりをしていても姿勢が悪いと台無しです。いいブランドのスーツを着て、いい時計をつけている人が姿勢が悪いってことはそうそうありません。素敵な中身は素敵な見た目から作り出されるし、その反対もまたしかりなのです。少なくとも女性は男性を見てそう判断するんですよ。だから中身を見てほしいと思うなら、まずは見た目からなんです。姿勢を整えて、どうぞもっと中までご覧くださいと言わんばかりの自信をアピールするのです。 5. 言葉遣い。言葉遣い、これは初対面よりもさらに深く関わっていかないとわからないものかもしれません。でも一度でもデートすれば大体わかります。深く関わり出す前に多くの女性が気がつきやすい部分なので解説しておきます。初対面もしくは初めてのデートで女性が見ている部分、それはあなたの語彙力です。語彙力はもともと賢さのアピールにつながります。素敵な言葉を巧みに使って説明をする男性はずっと話を聞いていたいと思いますし、賢さがあふれ出していますが、想像力をかきたてられない中身があまりない言葉を使っている男性の話は途中で聞き飽きるのです。女性は賢い男性が好きなので、あなたの喋り言葉に耳を傾けて賢さを見極めようとします。例えばえぐいとかやばいという言葉ばかりが自然と口から出てしまう人はいると思いますが、ぜひその言葉をもう少し上品な言葉に変えてみてはいかがでしょう。あと会話の中ですぐに他人をバカにしたりけなす言葉を使ってしまうならやめましょう。深く考えずに使っている言葉があなたの質を作り出します。素敵な女性にモテたいのなら、自分自身もそのレベルに到達しないといけないってことを理解しておきましょう。以上、9割の女性が見てる初対面の男性の顔以外の部分についてご紹介しました。初対面で毎回失敗してデートにつながらないという悩みを持っている男性は多いと思います。きっとそのままのあなたでも、今よりも多くの女性と接することができれば必ずチャンスは巡ってくるんです。ただその確率を早めに高めていきたいのなら、まずは第一印象を改善することが先決だと言えそうです。
自分自身が把握している自分の第一印象は必ずしも周りの人たちが感じる第一印象と同じとは限りません。いろんな人と接していろいろな人を知ることが一番の経験であり一番成長できる瞬間だと思います。では今回の動画は以上になります。この動画が気に入っていただけましたらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。